今回は秘宝、漫画やアニメで定番だったツンデレキャラ、ガスタレタ本当の理由の反応を紹介していきます。なんでや、飽きた。暴力ありきのイメージが定着した。ツンデレという名の暴力ヒロインが横行からやない？暴力ヒロインとか言われ始めたからか。時系列が進むことによって徐々に行為が増していくという本来の意味から離れたから。照れ隠しで暴力を振るうだけのカスを表すものになっちまったらそら廃れる。沈下しただけで一定の人気はあるっしょ。はいはい、ツンデレって感じのはもういらん。基本ツンのやつがたまに出れるのは常に需要あるやろ。ワイワイまだに大好きなんですが。暴力ヒロインが嫌われてる理由がわからんわ。別に読者が苦しむわけでもないし、主人公が問題ないならそれでいいやん。というかあんなのギャグの一環やろ。ツン部分の表現が暴力になっていったせいやないかな。じゃあ真っ当なツンデレキャラ出せばいいじゃん。周囲のツンツンが過ぎるとおざキャラ化するのがな。ツンツンツンデレくらいでいい。わかる。昨今のテンプレツンデレキャラってなんかうざくて生意気なだけでこれじゃない感がある。ツンが消滅して今は清楚系たまに出れるヒロインが好かれてるんかな。デレデレの方が可愛い。お母さんみたいなのがいい。てかツンデレを勘違いしてるやつも増えたよな。こういう系ヒロインって主人公の前じゃずっと言葉遣い悪いし偉そうじゃん。ちゃんとデレッとしてる様子を見せられるやつが少ないんや。何の努力もせずに無条件に褒められたいし愛されたいから。ツンなんてされたら傷ついちゃう。ツンデレにつきもののやれやれ系主人公も死んだな。だるそうになんでもやってくれるやつ。若者の SM 離れ。最初はツンツンしてたけど後半デレるというグラデーションタイプなのか。普段はツンツンしてる女が時折出れるというタイプで論争してたイメージあったけど、結局どっちが勝ったんだろう。前者って出会いは最悪みたいな国ドラや洋画にありがちシチュやし、言うほどツンデレ感ない気がする。素直になれないくらいは今も定番。ナルトのヒロインが桜から日向になったのは時代に合わせてなんやね。あれは最初からくっつく予定なかったらしいのでまた別やと思う。桜をツンデレとは言わないだろ。たとえギャグ描写でも主人公を殴るのは NG になりつつあるの悲しい。書生当たるやさえばみたいなタイプなら許容されるから平気平気。男女平等だから女も殴り返して当然みたいのが昔のオタクとは違うんだよな。殴られることを快感に思えない。殴られる自分に構ってくれてる嬉しいみたいなとこあったよな。確かに暴力だけどそんなの所詮フィクションやし。なんなら次のシーンで全回復してるからギャグ描写と思って楽しんでたんだけど。出れるまで時間かかるからや。ヒロインの暴力も主人公サイドの明確なセクハラや言動があれば成立するんやろうけど、今のオタクは理不尽な暴力を嫌うんやろな。スケベ主人公が衰退した結果。スケベがセクハラで否定されるからついになる暴力だけ残るのはおかしいっちゃおかしいのか。社会全体が疲弊してるから。ツンを許容する余裕がなくなってるんや。今人々が求めているのはママ系キャラ。寛容の精神には余裕が必要やからな。テンプレのツンデレだらけで味のしないガムみたいになったのに暴力性だけは先鋭化したのがいけない。というかツンデレの意味が途中から変わってたしさもありなん。味のしないガムというより癖をつけるためにツンはより理不尽にデレはよりちょろく。単純な味しか理解できない下バカ向けの調味料ドバドバ大量出荷粗悪品といった感じかな。安いデレはなえるよな。そこまで行くとド M しか刺さらんだろ。言うほど廃れたか？仕草や性格は残ってるよな。ただし昔のように誇張した上でキャラの一番のアピールポイントにするような書き方は廃れたと言っていいと思う。とりあえず人気のツンデレ出しましたってのばっかりで本当のツンデレ好きな作者が意外といなかったのかもね。ラブヒナのナルセ側があまりにもひどすぎた。ナルは制裁ずらしてるのが余計に嫌われた感じ。制裁と決まってそうなキャラに限ってツンデレなのはぶっちゃけ5等分でもあった。いわゆる最後に落ちるキャラなのでトゲトゲしくなりがちなんだよね。今は考え方が変わってて最初に落ちる子を選ぶのが増えたように思える。ナルはラッキースケベとか以外の時でも、自分が勝手に照れてるだけの状況でとりあえず照れ隠しに殴ってくるからひどいのなんの。最初はケイタロウがナルを追う立場で勉強見てもらってたんだけど、ケイタロウが成長しすぎて立場が逆転。もうケイタロウの方があらゆる点で超えてるのに未だにぐずぐず先延ばしにしておってもらえる立場に甘んじてる女。後半ではなんでこんなクソ女に惚れてんの？と言われるようになってしまったという。はっきり言ってナルセ側みたいなクソ女を振る方が男としての成長だと思う。
いつまでも昔の女を引きずってんじゃねえよ。周りの女の方が明らかに優良物件なのに、将来有望そうになった慶太郎が恋愛経験ないばかりにクズ女にそのまま捕まった図だった。言うてラブヒナはツンデレ概念出る前じゃね？矢印ツンデレって言葉ができたのが2000年以降というだけ概念というかテンプレとしてはずっと昔からあるよ。ラブヒナの良いとこは作中でお前いい加減にしろよ言われまくってるとこだな。作者まで慶太郎が成長しすぎてラブコメ主人公できなくなった。ダメ性が必要なので、ここからは成瀬川を主人公にします言っちゃったとこ。あの頃は主人公とヒロインを最後にくっつけないといけないって不文律があったからな。1500から変わったけど。当時もし成瀬川とくっついてなかったらそれはそれで大炎上してた。慶太郎の良いとこの一つが成瀬川からブレないとこだからな。当時マガジンスペシャルでラブヒナ特集してて成瀬川はメインヒロインだけど、これは慶太郎が惚れてるからかろうじてメインヒロインなのであると言われてたという。主人公が一人の女に一直線で態度はっきりしてる場合はいつまでも先延ばしにしてたら嫌われてしまう。しかし少年誌のラブコメは交際したら話が終わる。成瀬川はそれの犠牲になった。この時代はこれでもよかった。これ衰退して当然なのに最近の歌は根性がないキリッとかもうね。下段中央って誰？化け物語の戦場が原下に。下のお方も含めてありがとう。こんな顔だったっけ？多分だけど化け物語のが原さん。俺はむしろ左上、右上がわからない。左下は絵柄からなんとなくわかるけど。左上が俺がいるの雪の下。右上が整理部の愛姫。教えてくれてありがとう。結構古めの作品からやや新しい作品までカバーした画像だったんだな。しかし、このメンツだと画像上中央のろくでなし魔術講師に出てきたシステイナは知名度が他と比べて低すぎな気も。この画像の作成者の趣味だろうか？ちなみにもともとの語源はツンデレラっていう言葉遊びだったんだぜ。初出は2002年、怪しいワールド暫定という掲示板において、君が望む永遠のヒロインの大空寺鮎に対しツンツンデレデレが良いという評価があり、これを縮めてツンデレとなったと考えられている。ほへえ。ためになったかも。それ以前のツンデレラにデレの部分の意味が含まれてたとはあんま思わんかな。なんかここ見てると暴力系にまた定義が絞られてそうだけど考えると語源という言葉からよくわからんくなったわ。使い出した奴がその音を知ってたか、それを踏まえてかどうかなんて証明しようがないしな。結局ネット以前の話になると個人の記憶とか体験の話になるからね。ファンロードとかデンプレの投稿欄で見たことはあるけどそんなもん残ってないし。それがいつかただの暴力女に。ツンからのデレのギャップを楽しむ属性だがもう古いというか慣れちゃって刺激が足りないのかもしれない。ツンからデレ方向じゃなくあえて逆にさらに尖らせさすような殺気を放つのはどうだろう。誰もやらないということはそういうことですはい。そもそもツンがデレになるのって属性か？昔は出会った当初は不仲だった男女が最終的に両思いなるシナリオ展開のことを指す言葉だったと言ってそういうシナリオは100年以上昔からよくあるお約束だったけど。だよなぁ。ツンデレキャラってなんだよって思うわ。ツンデレストーリーならわかるがヒロインはそのストーリーの出来事の重なりの結果、主人公を好きになっただけであって、出来事が一つでも違えばデレてなかったわけでさ。メインはあくまでストーリーだろ。ツンデレってツンがデレになるんじゃなくてツンとデレが混在してる状態のことだろ。百科のの東音でツンデレの良さを思い出した。あの漫画でダントツで重要なの東音だよな。くるみも頑張っちゃいるけど全然足らない。くるみはペコデレやろ。一応ツッコミ役もやってんじゃん。ボケばっかのあのメンツの中じゃ。あれこそテンプレツンデレ。ああいうのでいいんだよああいうので。とおとが理不尽な暴力を振るいつつも暴力ヒロインだと責められないのは相手役のレンタロウがフォローしているからなんだよな。レンタロウはトウオンの暴力すらも好きだといい、どうしてトウオンがそんなことをするのかを理解しているし、トウオンの方も自分が間違っていた時は後悔して謝っているし、さらに暴力によって受けたレンタロウの傷はすぐ治る。このバランスさえ取り入れていれば今でもツンデレ暴力ありは受け入れられると思う。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。